はい、どうぞ。じゃあこんばんは。こんばんは。こんばんは。始まりました、経営コンサルタントドバラボ、ドバさんの番組活力朝礼のすすめということで、ゲストにシダリンギ法人会会長の増田学さんを、お迎えしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういった形で始めてますけども、土曜日かな、土曜日に電話じゃない、メッセージがありまして、月曜日どうでしょうみたいな月曜どうでしょう月曜日やれということで、月曜どうでしょうですね。頼まれ事は試され事ということで、やってまして、こういうタイトルを気をつけてますけども、今までロバさんの番組仮っていう風にやってましてね、いつもはこのカメラの正面に私一人で座ってまして、全くグダグダで、毎回前回も科学雑誌ということで全く行き当たりばったりで車の話なんかをしてたんですけども、今日ばかりはちょっと素晴らしいゲストさんを呼ぼうということで、それじゃあちょっとロバさんの番組仮っていうのはいくらなんとそれはちょっとまずいということで、一応経営コンサルタントさせていただいてます橋本光夢と申します。で、ロバさんの番組というのは変わりはないんですが、それで活力朝礼というのは、倫理法人会で、推奨している、企業さんに取り入れていただくと非常に効果があるよというようなことで、今日本で全国で広まってます。その今日話をしようと思うんですけども、まず最初に増田学さんということで、簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、志田倫理法人会会長の増田と申します。年度、9月が年度代わりですので、それまで、焼津市の、吉田の礼会長から、引き継ぎまして、今、志田倫理法人会の会長をさせていただいております。まだ始まったばかりです。倫理法人会っていうのがね、まずいろいろ経営者の集まりっていうのがあるんですけども、ロータリークラブとかライオンズクラブとかありますし、法人会っていうと税務署の外郭団体で、藤枝法人会とかってあるんですけども、今日本全国に倫理法人会っていうのがありまして、で私も実際の経営コンサルタントなんですけど、去年から志田倫理法人会の方に、はい、入らせていただいて、うん、勉強しています。いろんな経営者団体ってたくさんあるんですけども、倫理法人会って他の団体とどういうところが違うんですかね。そうですね、私も吉田町で商工会長をやらせていただいてますけど、はい、あと、経営者の集まりといいますと、若い人たちですと、青年会議所 JC ですね、JC とか、あとロータリー、ライオンズ、また中小企業家同友会とか、いろんな団体がございますが、はい、倫理法人会の場合は、はい、どうなんですかね、よく家庭倫理の会とか、なんか早起きの 会をなんか道徳の勉強やってる、はい、団体とか、はい、そんな形でよく家庭倫理の会ってありますけど、そういった中で、倫理をそういった道徳みたいなその教えを通してですね、そのまた実践を通して、経営者の自分を変えて、経営を良くしていくこと、そういった団体だと思います。ありがとうございますそう、私自身も前から知ってましてね、倫理法人会があるってことは知ってまして、実は志田倫理法人会が7年前ぐらいにできたん、はい、78年、いや今年10周年になります。あ、10周年、あ、10周年ですか実はできたばっかの頃にちょろっと朝やってるんですよ ね、 そうですね、モーニングセミナーっていうのを毎週やってまして、私その時この地域の会社に勤めてたんですけども、出勤前にちょっと行ったことがありますで、いい話が聞けたなって思ったような感じなんですけども、入会しませんかという誘いはその時なくてですねで勤め人でしたので割と朝がこう早かったもんですから、なかなか入会ということにはならなかったんですけど、私自身もその1年半ぐらい、ちょうど1年半ぐらい経ちましたけど、
やはりいろんな経営者団体っていうのは、先ほど言った法人会っていうのもありますけど、そちらの方では完全に税務署の関係で、私も仕事上いろいろそこの福利厚生制度とかっていうことをさせていただいたりとかっていう関わりもありますし、商工会議所っていうのもあるんですけども、一つ一番違うなっていうのは、いろんな団体はよく社会貢献とかボランティアとか言ってますよね。そうですね。ただ林業法人会ってあまりそういうことを言わない代わりに、経営者自身のこう自己革新を図るということで、皆さん出てきてるんですけど、そこで顔を合わせても皆さん自身のこうビジネスの話をするってことはほとんどないんですよね。ほとんどないですね。ですから私も1年半もお世話になって増田会長のビジネスがどんなことをされているのか正直あまり知らなかったということもあるんですけど、本当に経営者自身がこう自己革新を図ることで、自分自身が変わって、環境家庭も変わるし、会社の、最後は会社っていうのは機能は人だもんですからね、そういう人っていうものがいろいろ変わっていくっていう、ことだと思います。そうですね。で、はいはい、で早速なんですけど、実は私橋本ですけども、この林業法人会で、いろんな役割分担がありまして、で今年私朝礼の企業に朝礼を導入していただくということで、その普及の担当ということになりました。で経営コンサルタントでもあるんですけども、やっぱり企業一日の仕事が始まるというところで、こうきちんとした形ですよね、形を取った朝礼をやるということで、その導入するっていうような、一応林業法人会で推奨しているやり方があるもんですから、それを私も学びまして、それを企業に入れさせていただいているという形になりますけども、さあこの増田会長の会社でも、実はこういう形で見えますかね、活力、こうですね、活力朝礼の様子とありますけども、これ工場の中ですよね。そうですね、10日くらい前ですか。そうですね、1週間前ですね。これ私 見にちょっとここに置いてきますかね、見学に行かせていただきまして、で、実際に増田会長の会社というのは活力朝礼というものをすでに導入されてらっしゃるんですよね。そうですね、ですから私の役割としては、まだそういう朝礼を活力朝礼といった形でやってないとか、もしくは自己流で、やってるんだけど、どの会社も自社なりの朝礼をやってるっていうのはいろいろあるんですけど、そういうようなところにこう入れるという役割ですけど、ただ会長のところはもうすでにやられてるということで、先行事例ということで、成功事例ですかね、成功事例ということで私の方で見学をさせていただいたんですが、やはり率直な感想を申し上げますと、非常に驚きました、朝ここに写真であるんですけども、こちらの方にですね、ちょうど朝8時の時計、これだと見えないと思うんですけど、8時5分前になると朝礼ということで始まるんですけども、本当に会社工場ですから、コンプレッサーの音がプシューとかね、そう音がしたりとか、チャイムの音がしたりとかするんですけど、そういった中でこうきちんと粛々とやられてたということで、かなりの今までのここに至るまでのご苦労というか、試行錯誤があったのではないかなということを感じました。で、ちょっとその時も聞いたんですけどね、いろいろためになったということがあったもんですから、今日シェアを、皆さんとこうシェアをしたいなと思うんですけど、そもそも活力朝礼というのはどういうようなものなんですかね。これは林業法人会のですね、今林業法人が7万社弱の、全国で7万社弱の、会員といいますかね、企業さんが、皆さん同じような考えを持って、やってると思うんですけど、その中で、活力朝礼を導入しているところが、何社あるか分からないんですけど、うちの場合はですね、5年くらい前にですね、たまたま、ベトナム人の、研修生も、入れ始めた当時だったんですけどね、そこで、今までやってた
どこの会社も朝礼ってあると思うんですけど、はい、まあ、それまではですね、大体あの仕事の、流れを、工場長なり、はい、誰か担当の者が説明して、はい、あとは、社長のお説教ですよね。そうですね、昨日こんなことを聞いてきたとか、ある団体に行って、まあ、こんな話を聞いてきたんで、みんなこういう考えでやれよとか、私自身の考えを、まあ、ある意味押し付けてたとかあるんですね。それで、まあ、ちょっといい話とかですね。そうですよね、で自分はそんなつもりはないんですけど、もしかしたら随分社員さんにはですね、無理に、こういった考えをですね、押し付けていたところあるんじゃないかと思うんですけど、倫理法人会の、まあ、活力条例っていうのはですね、なんて言いますかね、職場の教養っていうのがあるんですけど、あ、今日ちょうど持ってきてますので、はい、出しましょうか。こんなものですよね、はい、この職場の、活力、の教養、職場の教養というこの冊子なんですけど、これが、1日からですね、30日あるいは31日まで、1日、必ず毎日1ページですね、1ページテキスト、ね、まあ、内容が変わってですね、これを、まあ、毎朝の朝礼で、まあ、読み合わせをしたりとかですね、これをもとにあの朝礼を進めているところが多いです。あともう一つ、挨拶実習といいましてね、はい、の練習をしたり、声かけをしたりとか、そういったこともやって、結構大きな声を出しますよね。そうですね、はい、びっくりしますよね、はい、まあ、そういったことで、その倫理法人会の職場の朝礼、活力朝礼を導入させていただいています。そうですね、今増田会長の方からもあったんですが、この職場の教養というのが、倫理法人会の会員企業さんに、まあ、一口、まあ、加入するとこういうのが30冊来るんですね、はい、で、まあ、30人以内の会社でしたら、まあ、それでいいんですけど、それよりも多い会社さんですと、まあ、2口とか3口とか入っていただくと、まあ、ただこういうテキストを社員さんでみんなで共有しようと思うと、街で出てる本なんかを、じゃあ社員の人数分揃えるっていうとものすごいお金かかりますよね。でただこれはもう本当に毎月毎月こういうのが30冊送られてくるもんですから、まあ、これをテキストに、まあ、今おっしゃいましたが、やっぱりどうしても経営者さんってやっぱり朝なんかこういいことを言おうっていう風になるんですよね。そうすると社員さんに対しとっては、どうしても小言ではないんですけど、あ、またっていうような感じになってしまうんですが、ただこれ見ますと全部こう振り仮名は書いてあるんですけど、すね、ちょっと最近おっしゃいましたけど、ね、ベトナム人の研修生の方って日本語できないじゃないですか。そうですね、当然、日本に来る前に、そしてまた来てから1ヶ月くらいのですね、日本の生活ですとか、まあ、基本的な日本語の勉強はしてくるということになってるんですけどね、まあ、個人差もありますし、中にはほとんど日本語が喋れない方なんかもいるんですけどね、まあ、たまたま、うちの会社は、その日本語の、まあ、教育にも、はい、この職場の教養を取り入れたということですね、はいはい、今割と、ま、増田さんの会社だけでなく、まあ、この地域なんかでも本当に、まあ、増えてると思うんですけど、海外からの、まあ、研修生、特にベトナムとか他にもありますよね、はい、フィリピンですとかインドネシアとか、まあ、ただ本当に日本、まあ、ある程度日本に来るので日本語を勉強するというような、まあ、志はあると思うんですけど、私もちょうどこの見させていただいたこの日ですね、ちょっと簡単に映るかな、ちょっと言ってみますね。このみんな整列していますけども、この皆さん見てる、まあ、一番この皆さんの前に一人リーダー役の方がいるんですけど、この方がベトナム人研修生の若い女の子なんですね。で若い女の子がタイトルを今日は何とかっていうことと、この1ページの文章を全部日本語で読むんですね、音読して、で今日の心がけっていうのが最後にこう一フレーズあるんですけど、それをの読み終えた後に感想を言うんですよね。そうです、感想を日本語で言うんですよね。で今日ちょうど月章、まあ、月書もなんかまた特別こう月、はい、で、はい、月書は必ず全体朝礼ということで、はい、皆さんテーブルに座ってですね、
1時間くらいみっちり朝礼を、月始めに朝礼をやるんですけど、はい、その時にですね、前月、前月、今日は12月1日2日ですから、はい、11月のこの職場の教養を皆さん持ってきまして、はい、これ毎月毎月あるんですよね、その去年、先月の分ということですよね、この中で2冊もその、社員さんが、1ヶ月の中でどれか1ページですね、どこの、日が良かったかということで、どこの日のところですね、ですね、自分が一番良、かったと思うことをそれぞれに全員がですね、私は何日の、これですと、2日の、選択と決断、これが良かったですとかっていうことで、一応その何日の何々の題名のが良くて、私は、こういったことが良かったですということを全員が発表するようにしています。あ、全員がですか。はい、じゃあある程度月曜日の全体朝礼は時間を取ってということですね。月曜日というか月初ですね。月初ですね、はい、すいません、はい、でもそれは素晴らしいですよね。なかなかこういうのって読んで毎月毎月終わると、はい、まあ、そのままなんか引き出しにってなっちゃいそうですけど、そうですね、やっぱりもうどれが良かったかなっていうのをもう一度やっぱり見返すことになりますよね。はい、そうです。でこの冊子なんですけども、実はこれ表紙をめくったところに、まあ、毎月毎月この表紙が、まあ、今月はこの住宅ハウスメーカーのこれ愛知県の会社なんですけど、まあ、豊田市にある会社をこの職場、発行元で取材をしまして、でこの企業さんでもやっぱり朝礼を導入されてるということで、その模様とかで、まあ、この会社が、まあ、朝礼を導入してどういうふうに変わったっていうような、まあ、結局朝礼をこう導入するっていうのはなかなか何もやってないところに導入するとか、今までやってきた流れを変えるっていうのは結構抵抗がありますよね。そうですね、うちも、導入時のことはあんまりよく覚えてないんですけど、うん、最初、優しく入るように、うん、職場の教養をですね、皆さんで読むようにして、それから一人ずつが、交代で読むようになって、それで、感想を言うようになって、うん、それから、倫理法人会の、活力朝礼の、うん、説明会といいますかね、うん、そういったものがあった時に、社員全員を出しました、うん、でまた全員、じゃあそういう会社から出て、うん、はい、そういうような勉強の場に、はい、社員みんなでこう行って、そうです、もうそういうところに行って勉強したという形なんですね。はい、何回かに分けてですね、それで、社員全員がですね、基本の勉強をし、させていただきました。まあ、その時にですね、一応、私が温度を取るとまたいろいろ抵抗もありますので、はい、一人担当者を決めてですね、またその担当者が、元自衛官といいますかね、自衛隊に少しもう本当にいたことがある、そういった挨拶なんですね。そういったことは、多分敬礼みたいな感じですよ、できるであろうということで、適任ですね、その人を、担当にしましてですね、それで社員全員が、ベトナム人の研修生も含めて全員が活力朝礼の、勉強させていただきました。まあ、本当に今日、まあ、こういった機会をいただきましたので、まあ、朝礼っていうのはいいよっていうような、まあ、ぜひ皆さんもやりましょうっていうようなおすすめをしたいんですけども、はい、まあ、活力朝礼、活力朝礼って先ほどから言ってますけども、まあ、いわゆる朝礼とは違うのよく、あるんですけども、一応そこは明確に違うということで、分けてます。で、倫理法人会っていうのは上部組織に倫理研究所というところがあるんですけど、そこで一応定型のフォーマットを作ってまして、まあ、この職場の教養の一番最後にもあるんですけど、うん、まあ、こちらを拡大して、まあ、こんな記事が載ってます。うん、いや、台本があるんですね。朝礼の台本がありまして、ちょっと見ますと、進行役、リーダー、全員とこう役割分担がありまして、こう進行役がこう進めていくんですね。で、はいの練習とか、まあ、職場の教養の輪読のタイミングとか、
そういう進行をこれに沿ってやっていくと大体5分が10分ぐらいで終わるんですよね。そうですね、きちんと、はい、ですからいろんな自己流っていうのもあるんですけども、とにかく最初はこのやり方をバチッとこうやってみるっていうのが入り口として、でまたはどうしても業務上朝礼っていうのが難しいっていう企業さんもあると思うんですよ。こちらに修礼っていうのもあるんですよね。例えば朝礼無理だけど、5時に終わる仕事を5分前に終わるようにみんなで頑張ろう、今働き方変えていくこともありますけど、修礼という形でただいまより修礼を行います、礼みたいな感じで、ね、そこから連絡事項、明日の、朝礼担当、これは明日も朝礼担当あることになってますけど、そのあたりはこうアレンジしていただく。ですからいろんな形で、この間聞いたのは運送会社なんかは、はい、今いろんなこの前の前の番組で社会保険労務士の先生もいらっしゃる、今は前にいるんですけど今対面の朝礼、対面の始業の時なのが義務付けられてるんですよね確か、だからドライバーの必ずカメラで出先でも毎日毎日朝必ずアルコールの呼気のチェックと、それをこういう形ではないですけども惰性ではなくて一応こうピリッとしたような要素を入れて、それを朝礼代わりにしてるっていうような会社さんもあるっていうようなことを聞きます、ね、はい、なのでいろんな形で最終的にはユニークな試みとして、法人会でシダでもいろんな会社があって実際に、はい、導入してます。で私が今独立してコンサルタントとしてやってますけども、導入する前にいた会計事務所でもやっぱり活力朝礼をやってたんですね、うん、で活力朝礼を毎朝こういうものを利用してやってるのとは別に、月初の月1回の定例会議ではこの1ページ目を輪読してました会議の最初に。ですから女性職員も全部含めて当番で、おはようカンパニーっていうタイトルなんですけども、そこから、今日は愛信建設工業株式会社愛知県という、これを全部でみんなでこう読み合わせを、ですから、はい、いろんな形で、アレンジをしていただいてやっていくといいかなと思います、はい、そんな形で時間、そうですね、そろそろもう時間も迫ってきましたけども、はい、今日はちょっと、林業法人会の方から、今あちこちの倫理法人会で、倫理法人会って他の会と比べて、これも違うなって私は思うんですけど、女性が多いんですよね。そうですね、はい、女性がすごく多くて、はい、結構フリーランスの方も多いせいかもしれないですけど、女性の経営者さんがすごく多いなということで、はい、これ PR をという形でやってきましたので、はい、イベント告知をさせていただきます、こちらですね、12月11日水曜日、午前6時からです。午前6時から見えてますかね、はい、島田の、これ志田林業法人会というのは八重洲テレビですけど、八重洲藤枝島田、周辺ですね、その辺の企業さんの 会社さんの経営者さんが集まってるんですが、島田自動車学校生の6号のでそこでやります。で毎週毎週実はこういうモーニングセミナーをこの時間にやってまして、ぜひ皆さんいきなり見学に来ていただいて構いません。経営者でなくても自己啓発といいますかね、そういう意味では自分経営ということでは、皆さんそういう感覚で勉強してますので、ぜひいきなり来ていただいて構わないんですが、今回は女子活とあります、ですから女性会員の方が皆さん企画をして、今回のこのゲストも講話ということであります。講話のこの講師の方をご紹介いただいたんですね、はい、ちょっとご紹介いただいて、タコマンさんというですね、ですね、お菓子屋さんですね、静岡県の、中部というか西部ですね、特に西部の、では和菓子、洋菓子の有名な、菓子折りで持ってくるには大体そうですね、タコマンさん、そこの会社の社員さんですね、あ、コメント入ってますね、はい、会の費用はどのようになってますか。あ、会の費用ですね、
会の費用は、臨時法人会なんですけども、月1万円です。月1万円しかかかりません。入会金も入れません。はい、で、この毎月毎月、モーニングセミナー、こういうのは出放題でして、先ほどの冊子も届くという形になりますよね。はい、はい、ありがとうございます。初めてのコメントでした。じゃあすいません、ゲストの方の紹介をまず引き続きお願いします。そう、タコマンさんですね。このタコマンさんなんですけども、実は今回経営者さんの方が講師をしてくれるんではなくて、タコマンさんのこれ島田初倉店です。初倉店ですね。吉田インターのちょっと北側にあります、はい、タコマンさんですね。タコマンさんの社員さん、このお店ですよね。このお店、お菓子屋さんのお店で、実はこのタコマンさんも活力朝礼を導入されて、はい、末端のお店でやってるんですね。で、そうなってくるともう朝礼には収まらずに、もう会社自体がもうものすごい活気を帯びて、ね、企業文化っていうかね、もう社風がもう本当に朝礼に現れるっていうのもあるんですけど、もう本当にありがとうが蔓延してますね。そうですね。まあ、皆さん言ってください、ぜひタコマンさん何かあったらタコマンさんのお菓子を買っていくんですが、本当にお店の雰囲気もいいっていうのもあるんですけど、そこの現場のパティシエの方とお店の、店頭のお姉さんですねこの方が来て、まあ、本当に日々の仕事の中でっていうところには、まあ、私ども経営者として学んでるんですが、まあ、本当に学ぶものがあると思ってやってます。まあ、そんな感じで時間となりました、はい、で次の番組ですね、次の番組紹介します。光ってしまって、18時からは月曜日の雪パネラ第8回ですか。お8回ということで行いますので、チャンネルはそのまんま、はい、よろしくお願いします。まあ、こんな感じでなんとかやることができましたけれども、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここで乱入。静岡もよろしくね。静岡市倫理法人会12月7日です。よろしくお願いします。静岡でもやります。女子活セミナーやります